さあ連続して力丸いいカードが続きますね。これは力丸対イカダ人のダットリーですが、本人力丸は、サブキャラダットリーです。そしてイカダ人側は、本キャラ豪鬼ということで、ザビ豪鬼なんですが、見てください皆さん、このイカダ人の硬くなっているこの動き、これがやはり培われたギドラプレッシャーというものでしょう。通常やはり通らないだろうなと思うものを通す自信がイカバシに関してはいくらもないので、もう全てがうまくいっていない状況、この1ラウンドです。まあ、逆に言えば格下だと思っているプレイヤー、自分が格下だと思っているプレイヤーに対してどれだけ今まで生き生き、ジャンプ台系だとかを繰り出していたのかっていうところですね。だから結論から言うと、彼のダットリーは全くもっと本キャラになることはないということです。あくまでサブキャラに息を出ない、それを力丸が今証明しているこの試合。画面足はどうする、くぐっている力丸、当然です。ギドラ力丸こんなところでザビのサブキャラなどに負けるそんなことはないです。僕が断言しましょう、この試合は力丸が勝ちます。必ず勝ちます。そして勝ちました。今のずるくない今のずるくない